は、キャンパスの小林です。今回は、また入れちゃいました。はい、ZX25R、フルカスタム車のご紹介になりますんで、よろしくお願いいたします。はい、という感じですね。まあ、今回もまたテンションの上がる ZX25R。ね。フルカスタム車っすよ。これはね、以前に一度だけ紹介してるんですよ。これじゃないですよ。販売させてもらいましたけども、その車両よりもですね、まだもうプラスアルファカスタムしてるんじゃないっていうぐらいね、本当にもうカスタム総額ね、ざっくり計算したんですよ。概要欄ご覧になっていただければですね、もうカスタムしてるパーツは大体、基本書きました。わからなかったところは書いてないんですけど、ただ、大体憶測にはなるんですけど、そこの部分書きまして、値段全部部品代で出したら100万超えてました。ね、100万円超えてたんですよ。そんなこと、あるみたいな、もうすげえなみたいな。工賃抜いてますよ、もちろん。もちろん工賃は抜いてますんで、こんな感じでカスタムしてほしいってご依頼いただければ、まあここまでホイール変えたりとかなんやとかしたら多分まあ工賃だけでもまあまあ15万円20万円ぐらいかかんじゃないですかっていうぐらい、まあ裏変えたりもせなあかんから、まあ20万ぐらいはかかるかなと思うんですけど、まあね、そんなもう部品代だけで100万超える車両が入庫すぎたんでね、もうこれから ZX25R 欲しいな、かっこいいな、んーこれやもうカスタムすること思ったらこっちの方が安いと思った方はお得ですよ。ほんとね、もうお買い得の価格やと思いますんで、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。こちらの車両販売車両になっておりまして、この動画の概要欄をご覧になっていただければですね、販売先グーバイクとウェビックと両方航空できてると思うんですけども、チェックしていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ本当にもうカスタム内容がちょっとひどすぎるよというぐらいなんですよね。ほんまに、まあ有名どころでもゲームのホイールが入ってて、オーリングのサス入っててね、もうほんまタイヤもね、これね、もともと160ワイドサイズなんですけど、これがね、ゲールホイールに変えることによってですね、180ワイドが可能となっておりましてですね、サイズ的に。で、もうやっぱね、見た目もね、うわー、いかついわみたいな、もう後ろから見てるだけで納得の光景みたいな。ただ、実際的に、実用的にも、曲がったりする分ではですね、180の方が、まあ、有利みたいなところはあるんやとは思います。はい、ただね、まあ、実用的にもうそうですけども、見た目的にもね、もうカスタム大事なとこ見た目じゃないですかね。そんなね、もうガッチガチにカスタムされてる車両がですよね、もう販売車両になりましたんで、この車両がいいなと思った方は本当に検討してください。よろしくお願いいたします。ということでですね、まずハンドル周りから説明していこうかなと思います。あ、ちょっと年式忘れてたんですけど、2021年式でした。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、こちらね、まあ、ざっくりカスタム店、紹介していきたいなと思うんですけど、鍵がね、とりあえず1つしかついていませんが、予備費ついておりますんで、ご安心していただければなと思います。はい、そんな感じでですね、まあ、スピードラー、だったかな、のね、この、アジャスタブルな、ね、加藤式のブレーキレバーとクラッチレバーついていてですね、まあバーエンドがついていて、で、スナイパーかなの、ブレーキマスターのカバーがついていますね。で、そしてこんな感じでね、ちょっとね、ワンポイントになるようなおしゃれなね、カバーがついていて、これもね、ハイパープロやったかなの、ちょっとアジャスト式のね、ものがついていたりとですね、そして見てくださいよ、ここ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 、ね、もうカーボンカバーついてますよ、ね。ほんますごいです。で、そんな感じで、こちらのバイクの走行距離がですね、こちらのバイクの走行距離がですね、6248キロとなっておりましてですね、全然低走行車です。まだまだこれからガンガン走りますんでね、ご安心していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、カウル周りになるんですけども、こちらの車両ですね、まあ、よくご覧になっていただければなと思うんですけど、思いっきりガリ傷とかはございません。ですがですね、はい、左に一度ね、軽く立ちこきされてるんじゃないかなと思うんですけど、こちら、見ていただいてわかるでしょうか。ちょっとね、わかりにくいかもしれないですけど、若干削れた跡あります。はい。それで言うとね、ブレーキレバーとかね、削れてないんですよ。こちら、まあ、後で見ていただこうかなとは思ってるんですけども、これもね、若干ちょっと擦った跡というかね、まあ、一回、ポテッと、一瞬だけ疲れたんかなというような跡はありましてですね、左にもしかしたら一度、ちょっと転倒というか、されてるのかなとは思いますけども、スピード、ね、乗っての転倒じゃないかなと思いますんで、基本的には綺麗ですんでね。まあね、その点はご安心していただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、そして、
ね、フロントホイール、あ、すみません、フロントフェンダーのカーボンのタイプのものに変わっておりましてですね、でフロントホイールも変更されております。ゲイルスピードですよね。はい、ね、こちらのサイズについてはですね、概要欄に、貼っておこうかなと思いますんで、ご覧ください。よろしくお願いします。そして、フロントタイヤ。フロントタイヤもね、純正タイヤから、いいものに変わっておりまして、一応ね、これも、概要欄のところに貼ってますんでね、あれなんですけども、タイヤの残り山溝具合で言うとですね、まあ、まだまだ全然、基本的には大丈夫かなと思うんですけども、山的に、10部山中で例えたのなんですけども、まあ、6部山、7部山ぐらいあるんじゃないかなと思いますんでね、まあ、ご安心していただけるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、そして、タンクになるんですけども、まあ、タンクとかね、基本的に大きなガリ傷なく綺麗です。はい、ご安心してください。よろしくお願いいたします。タンクもね、こんなちょっとしたカバーがついてたりとかね、まあ、タンクキャップのところに、カーボンタイプのですね、ステッカーが装着されてたり、まあ、もうご安心して、年式的にご安心していただければと思うんですけども、基本的にタンクの中は綺麗です。はい、でね、ね、タンクパッドとかがね、ついていてね、まあ、基本的にはもう綺麗なタンクになっております。ご安心ください。はい、そして、右側面になっていくんですけども、まあ、被るものなのでね、中がちょっと見にくいような形になっているかなと思いますけども、その点はご容赦していただければなと思うんですけどね、やっぱり年式的に走行距離的にそうなんですけど綺麗です。いかがでしょうか。で、そしてですね、こちらの車両フルエキゾーストマフラーついておりまして、このフルエキゾーストマフラー、まあ、見た目ではちょっとわからないかなと思うんですけども、フルチタンマフラー、はい、フルチタンマフラー、マフラーのメーカーがですね、Kファクトリーさんのフルエキゾーストフルチタンフルエキゾーストマフラーが入っておりましてね、後でね、サウンドをご覧になっていただければ、ご確認していただければなと思うんですけども、結構なレーシーな音してるんじゃないでしょうかねと思います。はい、お楽しみにしていただければなと思います。はい、そしてですね、シートカウル周りになるんですけども、はい、基本的に、ね、今動画ではないんですけども、基本的に綺麗なね、タンデムシートはもちろん、ついておりますので、お付けさせていただきます。で、それでいうとシングルシートカバータイプに今なっておりましてですね、で、こちら、社外品になってるんですけども、このセンターのカウルですね、これは、カーボン製のものに変更されております。はい、こちらまでね、ちょっとね、こう、かっこいいタイムに変わってるんじゃないでしょうかね。そしてですね、それで言うとね、こっちから見たらあるんですけども、こっちからのやつはついてるんですけど、タンデムステップのですね、バーといいますか、ホルダーですね、ホルダ ー左側はついてないんですけども、こちらも予備品でございますのでね、ご安心していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、そして、ね、ちょっとね、もうご覧になっていただければと思うと、綺麗なオーリングのリアサスペンションついております。しかもアジャスタブル式ですよね。基本稼働しましてですね、もちろん他の減圧の調整もついております。ね、お高いものになっております。そんなものがついてます。そしてね、その受けがですね、リンクですね、これ車高を上げるリンクのようですね、基本的に、ノーマルよりも車高が高いような形になっております。はい、リディアフェンダーもカーボンついていたりとですね、もう結構やっぱりむちゃくちゃカスタムしてる。だって100万円カスタムしてんやんね、めちゃめちゃ綺麗しね、ほんまにね、納得していただけるもんだと思います。そしてゲイルスピードのホイール、こちらもね、基本的にまあ距離そんなに乗ってないですよ。6000キロだもんね、ノーマルでもそれは綺麗わって話なんですけども、めっちゃ綺麗です。はい、リアタイヤなんですけども、これね、10部中で言うと大体なんですけども、これもね、もう大体もう6部山7部山ほどは残っているかなと思うんですけどね、全然ご安心していただければなと思います。あ、もうフロントのね、ブレーキパッドとかも言い忘れたんですけど、基本的にまあ7部山とか残っています、前後ともにね。あのね、だからブレーキパッドもそんなに心配はいらないのかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしてですね、こちら、見ていただければ分かる通りですね、フェンダーレスが装着されておりますですね、リアフェンダー取っ払われてでもこれスキッとおしゃれになっているんじゃないでしょうか。はい、そしてですね、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと遠目に見ていただきたいんですけど、このリアホイールですよ、リアホイール、もうこれがね、やっぱり160より180になってるだけで全然見た目が変わるんです。やっぱり大きく見えるでしょね。250の車体でやっぱりね、車両がコンパクトやから、やっぱりリアホイールがなんかしないけどめっちゃでかく見えるんですよね。はい、そんな感じの車両になっております。ほんまね、カスタムすげえわ、マジでもう見とれちゃうようなカスタムになっておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、そしてこちら見ていただきたいんですけど、シートカウルなんですけどね、ゼロカウルになるんですけども、これね、若干ね、こうね、まあ、押したのかちょっとした日々がありますんで、その点だけあらかじめご了承していただければなと思います。はい、ただ基本的には綺麗ですね、ちょっとした本当に軽い擦り傷みたいなのはあります。そして先ほども言いましたけども、タンデムステップホルダーね、こちらのフックかけるタイプに変更されてるんですけども、こちらもございます。
はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、ね、これで言うとですね、リアのスプロケット、あ、まあ、多分ノーマルと一緒だと思うんですけども変更されておりまして、で、チェーンも変更されているようです。はい、よろしくお願いいたします。そしてバックステップなんですけども、かなりね、調整できる、もう穴がいっぱいあるようにですね、基本的に、ライダーに応じてですね、調整可能なバックステップになっております。そしてこれ、クイックシフターですね、はい、がついております。これもね、基本的にね、あの SE やったかな、あのにももともとついてて SE ではないタイプになるんですけども、これオプションで売ってて、これつけれるんですよ、簡単に。それが装着されております。そしてですね、はい、先ほども言いましたけども、若干、こちらね、ちょっと削った跡あります。そしてですね、他にもね、若干こことかね、まあ、若干押した跡とかがね、若干やっぱりあります。はい、ただね、基本的にやっぱり見ていただいて分かる通り綺麗なんですよね。もう大きく声を出して言ったら、あーそうなんや、へーっていう感じですけど、基本言わなかったら分からないレベルで、若干ね、ちょっとですね、こことかもね、押したからちょっと割れなんかな、日々あるんですよ。それぐらいのほんま微妙な、傷はありますがですね、基本的には綺麗です。タンクに、ね、大きなへこみ等はございませんでした。はい、よろしくお願いいたしますね。もうご確認していただければなと思いますけども、まあ本当に綺麗ですね。一度だけ本当にね、ちょっとした本当に立ちこけなのかな、ちょっとやっちゃったのかなっていうぐらいはありますけど、本当に綺麗ね。もうご安心していただければなと思います。もうね、それでスピードを出してね、走行中に転倒したわけではないのは、まあ一目瞭然だと思いますので、本当にご安心くださいね。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、その次にこちらの車両、エンジンかけたいなと思います。軽ファクトリーのね、あのフルチタンマフラーが装着されておりますんで、心配とかっていうのはないと思うんですけども、特にインジェクションですしね、本当に調子はいいです。エンジンの指導性もいいですし、変な色になっておりません、白煙も吹いておりませんね。エンジンの調子はもうバッチリかなと思いますね。ご安心していただければなと思います。ただ聞きました、軽ファクトリー製のフルエキゾーストチタンのマフラーの音、やっぱりね、結構迫力ある音してます。はい、でね、まあこう高回転、まあ結構これ高回転マシンなんで、やっぱりね、超高回転付近、レッドゾーン付近になったら、やっぱ音が甲高い、めちゃめちゃレーシーな音してる、ほんますごいなと思うんですけども、ただね、ご安心していただければなと思うんですけども、まあ別にね、車検はないものになるんですけども、こちら、認証マフラーになっておりますのでね、その点はご安心していただければなと思います。若干ね、後ろから見れば、故障ラベルが貼っておりますので、認証プレートが貼っておられるマフラーになっておりますので、その点ご安心していただければなと思います。よろしくお願いいたします。音はね、大きめかなと思うんですけど、意外に大きくないんですねっていう話なんですけどね、よろしくお願いいたします。次こちらに車両を乗っていきたいなと思います。はい、ちょっとね、車両を傾けさせていただきまして、また乗りたいなと思うんですけども、私の身長が172センチになります。172センチの私が乗るとこんな感じね。先ほども言いました、車高がアップされているリンクがついておりますのでですね、172センチの私が乗ってもこんな感じ、若干かかと多分5センチぐらい浮いてんじゃないですかね。それで言うと両方とも足をつくと5センチぐらいは浮いてんじゃないかな、5センチで言うと3センチとか4センチとか浮いてんじゃないかなと思いますけども、ただね、足を片足だけベタってつけ、てもですね、右足はつくような形になっています。左足ベタっとついてますよ。ついてる状態でもまあつくので、まあそんなに全然怖いなとかっていうのは正直ないです。で、なおかつなんですけども、足つき性で言うたらね、ノーマルよりかはまあもちろん良くはないと思いますけども、ただね、車両がいかんせん 250cc なんで軽いんですよね。その辺がありますので、おっとっとってなっても全然普通に足ついて支えれます。
ね、その点はまあまあご安心していただいて、まあ、基本的にね、まあ、僕らは基本的にバイクに慣れてるっていうのがあったりするから、全然もうね、やっぱりね、あ、250って軽いし、別に足別に使えんかってもっていうのもありますけども、これは軽いし、なんかあってもおっとっとっとってなっても、あ、パッて支えるよっていうような話になるんでね、その点はご安心していただければなと思います。はい、まあ、そんな感じの乗り心地にはなっておりましてですね、で、基本的になんですけども、バックステップがついてる車両になりますんで、ね、それでいうとね、バックステップなんでね、やっぱりね、やっぱり若干前傾、になってくると思います。足のポジションがやっぱバックなんやなというのはね、やっぱりね、感じさせられるというか、よく分かるかなとは思います。はい、ただですね、こちら先ほども何度も言いましたけど、調整式にはなってますんで、まあ、これちょっとバックすぎるなとか思ったら、まあ、前にしてもいいですし、ね、そういうのは、基本的に今お客様にてですね、調整していただけるんじゃないでしょうかねと思います。はい、まあ、それで言うとやっぱりね、まあ、乗っててもなんか自分納得できるぐらいなんかいいものばっかりついてるなっていうのがもう分かります。わかるというか、やっぱりそんな感じがやっぱします。やっぱりね、この辺がゴージャスにね、メーターがもうカーボンカバーついたりするので、やっぱりゴージャスですよね。めちゃめちゃ。なんか、テカテカしてるぜ、おい、みたいな。お前、イケてるな、みたいな。そういうような感じに多分ね、こう購入者様はなると思います。ノーマルでももちろんね、ちょっとね、今時やなと思うんですけどね、やっぱりこう、カーボンパーツでパリッと決まってたら、やっぱね、見栄えもやっぱ自分がこう、ここって一番見るとこじゃないですか。ね、乗っててまたがって、まあ、外は見ますけど、ちょっとメーターチラチラって見たりした時に、ここら辺がねカーボンに変わったら、かっこいいかっこいいかっこいいみたいなね、そういう感じになるかなと思うんですよ、マジでね。それぐらいやっぱりね、もうゴージャスです。でもついてるもんもね、ほんまにこれとかね、ほんまに左右でも1万ぐらいするレバーなんですけど、ほんまね、削り出しでね、アルミ削り出しのこうね、生かしたレバーがついてるかなと思うんですけどね、ほんまかやっぱりもういかんせん、やっぱりね、もうフルカスタムですよ、ね、やっぱりその、まあ、ZX25R の、ね、基本流行ってる車両でもありますから、結構ね、こう街中で、すれ違ったりとかすることも同じ車両としてあるかもしれないですけど、ここまでいじってんのはないやろと思います、マジで。もうまあこれもね、いや、もうちょっとね、まあちょっとこう、溜まるようなとか、こう、ライダーが多いようなスポットに行っちゃったりするとですね、もう一目置かれる、もう車両になること、間違いないんじゃないでしょうか。ね。ほんまにそんな車両になってます。でね、なおかつですよ、まあその、まあ書いてます、概要欄には書いてますけども、ステッカーもね、装着されておりますですね。だから純正にはない、ステッカー、タイプになるカラーリングになっているかなと思います。はい、そんな感じで、ね、こまめに本当にいろんなところを随所随所に、カスタムされてるような車両になっておりますので、ね、本当にお探しの方もカスタムされてる車両欲しかった、これから今までノーマルを買ってカスタムしていくんやっていう方についてはもうお買い得なバイクになってると思いますので、ね、本当にご検討してください、よろしくお願いします。ということで今回は ZX25R フルカスタム車をご紹介させてもらいました。ありがとうございました。